Z は全部こいつも全部こいつだった。結構すごいいい出来してるな。本番ではどうでした？本番ではどうでした？本番では、一勝しました。一勝しました。素晴らしい。で、2戦目で、機械トラブルが、あ、なるほど、まあ、それもロボコンで、はいはい、で動かなくなり負けました、うんうん、でも素晴らしいね。S剣らしい、はい、エアーズもボットなんです。ボットなんです。これは2020年の、人を幸せにするロボット。人に幸せにするロボット。っていうね、こいつが本当は2体で2体で踊るっていう。あ、踊る。はいはい。これは MDF をレーザー加工して。はい。はい。まあ腕も簡単に足回りに4つのモーター。なるほど。2つのモーターと腕2つのモーター。はいはい。あ、でスマホで。はい、今年はスマホで。うん、いいね。はいはい。Bluetooth 通信してて、あのラズパイとか ESP32 とか。 ESP32 の素晴らしい。あの僕舞鶴電動工作機とて元ロボコン指導教員、ありがとうございます。天才や、やった、こんなんでやろ、いける、天下どこ、天下す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 、すごいね。あ、水星の魔女へ。変えたんで分かりました。うちの店もあのものすごい人気で、はい、うん、予約がすごい入っています。予約したらいつ頃届くんですかね。予約したらね、3ヶ月後ですね。あ、3ヶ月でも予約はできるんで、はい、またよろしければ。すごいんですよ。これすごいです。あのだから本当に趣味なんですけど、かなりレベルが高い、あのセンスがある言い方が難しいけど、あ、ここら辺切ったの自分です。あ、すごい。あ、切り絵はハンドメイドのお得意技やね。そうだ、もうあのあれもそうだ、マスキングを貼って塗装かけて、マスキング写真で、ね、その用紙になりました。マスキングするより早いやと思って。あー、そうやってやっていこうが、ね、そうか、でもこう全部が全部デジタルじゃなくてハンドメイドとか、そうなんですよ。はい。え、キーのサイズでは結婚したんですよ。あそこの4台並んでるやつは触ってます。ナインベッドそうっす。ブラックベッドのここ全くなかったんですけど、色は塗りました。すごいね。あ、水星の魔女へ。変えたんで分かりました。うちの店もあのものすごい人気で、はい、うん、予約がすごい入っています。予約したらいつ頃届くんですかね。予約したらね、3ヶ月後ですね。あ、3ヶ月でも予約はできるんで、はい、またよろしければ。すごいんですよ。これすごいです。あのだから本当に趣味なんですけど、かなりレベルが高い、センスがある言い方が難しいけど、あ、ここら辺切ったの自分です。あ、すごい。あ、切り絵はハンドメイドのお得意技やね。はい、そうだ、もうあのあれもそうだ、マスキングを貼って塗装かけて、マスキング写真でね、その用紙になりましたし、マスキングするより早いやと思って。あー、そうやってやっていこうが、ね、そうか、でもこう全部が全部デジタルじゃなくてハンドメイド
ね。そうなんですよ。はい。え、TM3 やつぐらいは結婚したんですけど。あそこの4台並んでるやつは触ってます。最近はどんな活動してるんですか。最近はもうあんま無線の電話出すことしてなくて、結構やっぱなんか受信ばっかり、受信ばっかりで、はい、なるほど。今現時点でアンテナはどう立ててる。ここの今アンテナはこの屋上部分に今逆部位のアンテナがこれでやってます。わかりました。斜めが、はい、まあ、こういう風に加工すると結構難しくて、それを型を作って、まあ、押し込んでこのような型にするみたいなのが一応一般的なんですけど、これ一応、まあ、こういう風に、まあ、鉄の塊とかやったらこういう風に加工するのは、まあ、結構簡単なんですよ。そのドリルとかエンドミルをこう走らせることによって、まあ、できるんですけど、やっぱこういう空間とかってなると、やっぱ1個のものから削り取るってなんか結構な金額かかったりするし、もったいないんで、まあ、こういうふうに、まあ、しかも軽いんじゃないですか、これで、まあ、6時間ぐらいあったら、まあ、1個できるんで。あ、そうなんですか。僕らは毎回放課後とか置いて、次は朝取りに来て、これできたみたいな感じでやってたんですけど、ぜひ皆さんに楽しんで帰っていただけるよう、心から願っております。キャドキャムは何でやってる、キャドは何でやってる。インベンターインベンター、インベンターっていう、そのここ2年ぐらいでなんか採用した、僕らはもともとソリッドワークスで、はい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 、ソリッドワークスやったんですけど、なんかあれがその学校でしか使えなくて、その個人で入れれないっていうことだったんで、そのインベンターっていう新しいキャドをやってるらしいんですよ。インベンターって多分あると思うんですけど、これそうそう、この辺も作ってもぜひこの辺も一緒に、はいはい、真空再生、この辺は真空再生機で作る。ああ、でもこの際、あ、でもこれだ、これだ、なんかそんな簡単やみたいな言ってたんですけど、結構複雑な構造とか。これはレーザー、これはもう、これは基本レーザーで、機械って組み合わせて動くもんなんで、動くためにはやっぱりね、クリアランスとかいろいろあるので、やっぱ精度が結構いりますね。で、精度を出すためにはやっぱりレーザーとかね、そうですね、MC 加工とか、そうですね、MC 加工とか、そうですね、これも一応 MC 加工でやってるんですけど、うんうん、これは金属？これアルミです。アルミですね。これも作ってる。そうですね、これはアルミ板からそのこの枠を削り出して、でこれはここは折ってるんですけど、ここに溝を入れて そこでギター厚薄くして、まあ、もう手で曲げる感じですね。万力とかで挟んでもう力で曲げる感じです、まあ、そうですよ。なんでこれぐらいしかできないですけど、それで今ここでは入場者に作ってもらってるんやね。あ、そうですね。なるほど。制作体験みたいな感じで今回やってるんです。いいと思います。本当はもうちょっといろんなところを作ってもらったりしたかったんですけど、いや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 。非常にちょっと簡単な作りで、ミニオンって言いながら、はい、そのギア1個しかないんで肉なんですけど、いやいやいや、あ、そういう意味ね。あ、そうです、はいはいはい、本当は前に伝達する。あ、はいはいはい。どうですか、デザインから見たらもうちょっといろいろやれるんでしょうけど、確かにこれめちゃめちゃ簡単にですもんね。もっと凝ったら、でもこれちょっと幅とかこの作れるサイズのちょっと限界があって、150×150×150 が限界なんで、で今回ちょっとシャーシを大きく作りすぎたんで、この幅とかあとこっちの幅もちょっと制約を入れた中でのあれやったんで、まあ、結構シンプルなデザインにしてもらったんですけど、うん、やっぱり我々はそういうデザイン関係がね、そうですね、ないっす、なんかそういうのがあれば。これってどの向きで作ってるんですか。そうですね、その向きで作ってますね。これはあれですね、汚いのは補強材入れたんですよ。サポート、これはサポートなしなんです。サポートの跡がないけど、サポートなしでこのままこうやって、そうですね、これはもう、どうやってやってるんですか。すごい、なんかうまいこと、へ
ここなんかここにこうサポートラットがそうですね、これをつけて、そうですね、でもこれやっぱりサポートがないとやっぱ失敗も多くて、うん、サポート設定なしでやってみたらなんかいけたみたいな、そうですね、これはまあ設計、まあ、あの彼がやってくれたんですけど、うんうん、試行錯誤しながら、そうですね、やっぱサポート設定使うとそうフィラメントを結構よく使ってしまうんで、お。再試験って。すごいですね、さっき1枚ずつ、あ、そっか、ここでどんどんどんって前に行かないと、あ、どうぞどうぞ、あ、すごい、どんどんこれ前に1本ずつ行くんだ、あなるほどなるほど、ちゃんと螺旋的に巻くからこう行くんやで、僕は喋るのもすぐやめますけど、あの川田先生は全然もう電子制御の一番制御らしいこと、まあね、若いのが結構ロボットとかやってたんですけど、まあ、僕らはこう物を動かしたんですね、その明るいようなところもやっぱり一応最大的なクリエイター向けて、うんうん、いろんなアーティストとかが全部物をつける場所、うんうんうん、でその中で、うん、まあ、木工とか、そういった人たちがこの地域に置くようですけど、そこに対しても機械とか、はいはいはい、じゃインスタレーションとか、うんうん、僕が大学でやってたこと、アプローチですね、使い方は。そうですね。あの、こちらは多分これやると。動きをどうやって人の手っぽく動かそうかみたいな、あー、いいですね、まあ、工業的にはこうスカラとか XY シータとかそういう風なことにどうしてもなっちゃうんで、人の動きとかは非常にこういうのとかいいですね、レーザーカッターが置かれた時に、はい、こういうものとかも作っていきたいな、はい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 、今のやっぱり今やっぱりその 20W 級 の、 あの炭酸ガスレーザーだったら、ね、これスパスパ切れますんで、ね、やっぱり今作ってるものってこういう結構依頼があってこういうのとかこんなの看板作ったんですけど、うんうんうん、アクリルをこう切り出して作るとか、うん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 、移り舞鶴作る、はい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 、これもいいんですけど、まあ、こういう単体のものじゃなくてこういうちょっと機械的なもの、うん、やっぱりねからくり機械は人気があると思うんですよ、こういうのも作れるってのはよりこのレーザーカッターの方が描かれてるか、はい、どうぞどうぞ、カメラも積んでるんやね、あ、そうなんです、うん、まあ、映る映らない別にして、はい、なるほど、こんにちは、あ、こんにちは、どうも、あ、先生、赤レンガ倉庫4号棟2階で、はい、ファブラボ、3D プリンターとかレーザー加工機の関係のファブラボをやられる予定のボンテンさんのエンジニアの方で、あの千葉大のデザイン系出身なんです、はい、電気情報学科はラズパイ授業で全然やっ、いや、もうアルディーノもバカバカ使ってるんですけど、アルディーノで、はい、アルディーノで動画はちょっときつかったんで、あ、はいはいはい、プロセッシングはもうほぼ使うかな、そういうのも作ったりします、なるほど、で、僕は電気情報とか使って、他にもステージだったり建設だったり、いろんなところも紹介してます、
ハンダ付けで作る、なんていうんですかね、メッキ製とハンダゴテで作る廃材で作れる消耗品ハンダぐらいで、あとは全部消耗品で使って、あの廃棄品で使って作ってる。こういうのとかなんかやってる。あれは LED のテープ、LED を自分でコントロールするっていうのは一転性の、それこそ16。これはスクラッチですか？これはスクラッチです。ね、あのプログラミングがあんまり考えてないんですよ。したいことをするっていう。あの構成の場合1年生で中学生出たてな、中学校出たてなんで。スクラッチってあのプログラミングソフトです。あ、そうですね。あの小中学校で今流行ってるやつで、で彼らは当然それやってきてて。そこが分かってる中でハードウェアをそこに伝えていくということをやってます。だからこういうのとかもすごい本当に、これいいですね。めっちゃ楽しいですよ。そう。なんかプログラミングをしっかり勉強しないとできないやつをさらっとしたいと思います。簡単やった。簡単に聞くけど。結構難しい。あ、結構難しい。え、でももちろんできるようになる。それはもう全然。ものづくり、うん、この辺の見ても何がしたいかは大体わかるやつ。なるほど。これとあと最終、これはだから、まあ、その LED テープにどんなパターンとか色とか出すとかいうのを設計できる、はい、プログラムで設計から作るっていう、ここでやってるのはあくまで違う。出口まで僕の時はもうちょっと違う。こうやってね、光ってどんどん進化するからね。で実際にそれを作ってみる。何が見えてるんですか？ここの景色が、あ、ここもう本当にここの景色で。そうですね。自分の視界みたいな感じの景色が見えてると思うんですけど。自分の視界みたいな景色。本当になんかそう。本当にその通り。ここまでした。本当にその通り。ここにカメラがついてて。あ、なるほど。でも本当にこう見てるところ。なんか当たり前のような気がするけど、そうじゃなくて、それをまあ録画できるんですよ。あ、なるほど、はい、はい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 。今はまだ録画してないんですけど。ああ、ここになってるのね。そうですね、ここがもう映ってます。はい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 。あ、多分そこの画面に僕が見てる景色が映ってるって。そうです。はいはい。なるほど。で、あの指を立ててそれを映してもらうと、こんな画面。はい、複製これなんかできなくて、ちょっとパソコンの画面ですけど、もうちょっと、あれですね、こっちの逆向きですね、その指を映してもらいたくて、はい、それすると、その録画開始の合図になって、こうやって認識してるってすごいですね。そうですね、なんかあの指をこう認識できる、なんか、素晴らしいものがあるんですよ。素晴らしいものがあって、それで指の節があるじゃないですか。ごとにこうあの座標っていうのを取得してまして、でそれで、まあ、条件を立てて、でこう人差し指だけ立てて、それでスタートラインにしてます。またちょっと認識できてないみたいな。創造部門、創造部門で部門の部門に分かれて、空間部門が一番建築的、建物をデザインしたりっていうので、構造部門は橋を考えて、どれだけ重い荷重に耐えて軽い橋を作るかっていう、創造は建築よりなんですけど。もうちょっとそのイベントだったりとかお金がかかるような企画を考えたりしてなんか興味ある部分とか、ね、あの千葉大のデザイン関係出身で、はい、院は大阪私立大なんだけども、あの実は3月から赤レンガパークで、あの レーザー加工機とか 3D プリンターのファブラボを開設される方なんです、はい。ぜひ利用してもらえれば、はい、今自分ちでこういうのを作ったりとか、なんか、なんでしょう、ね、まあ、これ模型を 3D プリンターを作ったりとか、あ、模型とかをそういうのを作ったりとか。